お疲れ様です。ヒーロー三条クレンジャーのヒロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は SIC 仮面ライダーブラックを引っ張り出してきました。原型を制作されたのは竹谷隆之さん。皆さんご存知だと思いますが、様々なガレージキットやフィギュアの原型を作られたクリエイターの方として有名ですね。画面に映っているのは仮面ライダーブラックのグリーンバージョンとシャドームーン。こちらの商品はコンパチになっていて、一つの素体で二つのキャラクターを表現できるようになっています。頭部や腕、足、これを差し替えて、あとは甲冑を着せ替えることによって、ブラックとシャドームーンを表現することができるようになっています。今回、この SIC を引っ張り出して思ったんだけど、仮面ライダーブラックサンで、ブラックサンの腕についている昆虫のようなトゲ、デザイン的にはかっこよくできてると思うんだけど、昆虫の形態にこだわるんだったら、やっぱりこっち向きのトゲの方がいいよねってちょっと思ったんだよね。ブラックサンは可動域も広くて、車に乗せてもバイクに乗せても遊びがいのあるフィギュアだとは思うんだけど、SIC と並べると、なんかよくできた食玩っていうような気がして、すごく安っぽく見えてきたんだよね。代わって SIC はというと、ブラックとブラック RX のコンパチ。そしてシャドームーンとブラックのグリーンバージョンのコンパチ。この2種類が3500円で発売されていました。今思えばすごい攻めた価格で売ってたんだなって思います。そしてどちらの商品も甲冑を外すと複雑な素体が現れ、そこに手の込んだ塗装が施されています。ブラックのコンパチである RX の造形も、竹谷さんの独特のアレンジが効いていて、とても存在感のある仕上がりになっています。当然、RX の武器であるリボルケインも同梱されています。塗装もこんな感じで、手の込んだ塗装になっていますね。それじゃあここからはブラックとシャドームーンをぐるぐると回して見ていきたいと思います。
最後までご視聴ありがとうございます。動画が面白いって思ったらチャンネル登録、高評価、コメントなどもお願いします。それじゃあヒーロー参上クレンジャーのヒロでした。バイバイ。